やってまいりました、ハッピーツリー第1回傑作選優勝ということで、今回は僕が今までに見たハッピーツリーの中で特にぶっ飛んでいたシーンをまとめてみました。面白いと思ってくれたらチャンネル登録、高評価、グッドボタンを押してくれると嬉しいです。ってなわけで行こう、ハッピーツリーの世界へ。ん？何これ、はじめ。もうさ、なんかさ、ハッピツリのハッピツリファンの木に触ることを言ってるっぽいんだよね。俺が毎回さ、毎回指摘されるんだよ。俺がデッパとか言うとトゥーシーですみたいな、フレーキーじゃなくてフレーキーですよみたいな。卵になっちまった。えへへじゃねえ、可愛いから許す。踏んで、お前踏んでごまかそうとする。天罰が、天罰が下った。なぜこんなところにコブラがいる。インドにしかいないはず。うまいね、サバイバル力がありますね。やべえ、刺されたところはめっちゃ膨らんでる。すげえマッチョみたいになってる。シュガーラッシュのラルフみたいになってる。これわかんないだろうな、目に。あー、何やっとんだ。もう鹿めっちゃ殺してるってこういうことか。いろんな人が出てくる回に出ることが多いから、まあ結局殺してる人数が多いことになるのか。あー、もう洗濯物ジャブジャブする感覚でやんねん、お前ぶっ刺してるぞ。もう脳天から刺されてるぞ。あーあ、ふうじゃねえお前。もう満面の笑みでこっちを見るな、腹が立つから。おお、かわいそうに、かわいそうに、ハエがたかってんぞ。おい、はん？え、これ明らかにやばいやつじゃんこれ、ね、よく飲もうと思えたな、こんな汚い泥水。口周りやばいことになってんぞ。だろうな、だろうな。ちょっと待って、嫌な予感しかしねえんだけど。これ蜂蜜。おお、リスの、リスのプーさんは？ナッティ、ナッティ、まあまあ糖分だからね、甘いからね、もうしょうがないんだろう。どうした？もうやばいことになってるぞ、もう前見えなくなってるぞ。大丈夫かね、なんで、なんで。なんで、なにこれ、すげえ、え。一瞬そんな気がしたわ。拭いてる、なにこれ。もうなんでさ、ね、これちょっと差別的なところ良くないよね、ハッピーツリーフレンズ。なんでさ、フリッピーのクマのフリッピーとこのクマは分けているんでしょうね。ちょっとかわいそう、差別的なところありますよ、ハッピーツリー。ああ、輪切りになっていく。そしてだるま落としのように綺麗に落とされていく。よく走れるな。おーじゃねえ。ああ、やばい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 。すげえ、ディズニーで出てきそうなクマが出てきたぞこれ。まあそれ怒るだろうな、クマも皮剥がれて。ああ、燃えてる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 。ああ、ああ、あ、心燃やせ煉獄さんになってる。ああ、落ちた。ああ、もうここら、もうここら辺に関してはもう痛みとかなくなってるかもしれないけど、痛々しいな。ああ、生きてんの、生きてんの。ああ、かわいそう。あ、みんな生きてたんだ、みんな、みんな生きているんだ、友達なんだ。ああ、ランピー、ランピーよく動くな、お前は、お前よく動くな、ランピー。せ顔よ、顔よ、ランピー。うえ、頑張れランピー、頑張れランピー、頑張れ。そうだ、よじ登れランピー、ランピー頑張れ。ふう、ああ、あ、すげえことになってんぞランピー。よかったですね。え、クマが、クマが、もう許してやれって、もうこんなボロボロになってんだぞ。ああ、もうホラー映画や。青鬼とかで見る光景。青鬼の映画のたけしが食い殺されたシーン。鳥、マジックを始めるようですが、鳥ちゃん。死んでるのかい。うんじゃねえ、お前しっかり生きてるかどうか生存確認してからやる。お前蹴るな、死体を蹴るなお前。嫌な予感しかしねえ。やめろ、やめろ、ランピー、ランピー、あ、大丈夫なの、この反応見る限り。だ、え。
切られた瞬間に分かれよ、お前、カドルスも。今に、てか、脈止まってね。あ、動いてるわ。キョホキョホですんねんかい。フューじゃねえ、お前。お前、正反だろ。さすが四天王。お前、何やっとん、これ以上邪魔だよ、お前。何やっとん。伸ばすな、お前、掴むな。何やっとん、お前、マジで。お前、何引っ張っとんねん、人の蝶を。あーあー、じゃねえ、お前。ご安心。お、ちゃんと縫い付けられて大丈夫か、これ。ちょっと、方法がすごい心配なんだけど、これ。あ、笑顔、申し訳なさそうな笑顔。お、なんか思いついたよ。お前、やめろ、マジックはもう。お、花束。しかし、これは、綺麗なバラにはトゲがあるというもんじゃないでしょうか。割りそうだな、このなんか血みたいなの。と、新聞紙から、何かが出てくるんで、お前何やっとんお前バカかよ。ランピー、考えろ、お前は。消えるな。え意味わかんねえわ。では、ハピツリ、初期で調べてみましょう。ハピツリフレンズ、日本語版。あ、これかな？ハピツリフレンズ、バンジョーフレンジーというやつですね。確かに恐竜だ。もう、見てすぐわかる。まんま恐竜、ほら。はい、ということで。じゃあ、こちらのハピツリフレンズ、バンジョーフレンジーというのを見ていきたいと思います。はい、ということで始まりました。じゃあ、ハッピーちゃん、早い早い、文字が早いって。あ、出てきた。なんか、今、トゥーシーとカドルス、おおお早いって、展開が早いって、展開が早いって、ガンじゃねえ、展開が早いって、え？は？待て。いや、まさかな、え？はい、モンドメディア。嘘だろ。え、これで終わりなの？さあ、行くぞ。鹿、すげえ顔してんな。あら、かわいい。めっちゃ歌ってるんだけど。ナッティ。あ、お菓子めっちゃ興奮してんじゃん。かわいい。めちゃくちゃ興奮してる。え？ん？え？何が起きた？え、嘘だろ？え？嘘だろ、ナッティ。普通に肉も食えちゃうのかな、ナッティ。怖え。いや、続けさせる監督も監督よ。いや、めっちゃ、顔面が。いや、まだ続けさせるんかよ、この鹿。サイコパスかよ。サイコパスっていうか、鬼かよ。泣いてるし、めっちゃカオスなんやけど、え？あ、あ、いや、もうやめろって。ランピ、お前逃げ出してんじゃねえ、お前だけ逃げ出してんじゃねえ。あ、嫌な予感。あ、めっちゃ火ついた。モブどもが逃げていって。あ、そっか。こいつは顔面剥がれてないのか、このウサギさんは。あ、めっちゃ押されてる。ほら、押すな。絶対押すな。ハッピーツリーフレンズでモブって珍しいけど、やばい。あ、あの、なんかバネみたいに動くおもちゃみたいになってる。やーべえ。オールスターじゃん。あら、歌い出した。え、お前何この状況で歌い出してんの？なるほど。悲劇があった時こそ歌って。なんだよその顔なんだよその顔今のランピなんか怖いんだけどこの物語めちゃくちゃ怖いなんかちょっと闇を感じるんですがこの物語ない、なんか俺が今まで見てきたハッピツリの中で一番怖いかもしれねえよハガミのフリッピーみたいな来たおっとそれとも人格が2つに割れたんでしょうかねおっとホチキスの真の銃そこまで威力高くないと思うかな俺ホチキスの銃
そんな威力高かねえだろ。やば。反撃した。やばい、おもろい。普通におもろいんだけど。反撃した。いやさ、危険だけど、ちょっと面白そうなんだよね。ははーじゃねえのよ。お前を殺すな。おっと。これは裏フリッピーの方が有利なんじゃないかい？いやー。カチャ。すげえかっこいい。本格的なバトルアニメ。いや、傘はすぐ破れるて。おっと、うまい。逃げた。そして、ああ、なるほど、車に乗るというわけですね。これ嫌な予感するよ。ほら、いた。やばいやばいやばい。ああ、さっきのところ戻ってきたよ、ガッシャン。あーあーああ。もうカオスよ。あーあーああ。やべえ。SM プレイでもすんのかっていうぐらいの。やべ、死ぬぞ。電気死刑じゃん。電気死刑されてるってやばい。あ、消えた。ナイス、ナイス、フリッピー。めっちゃ耐えるじゃん、フリッピー。あ、これは、気づいた。これは結局自分の妄想だったんだと。気づいた。そういうことだったのか。自作自演だったってことですね。うわ。これは、結局、いや、どっちが本物なんだ、これは。だとしたら。やっべ、なんでそんなにいるん？もう意味わかんねえよ。やばいやばいやばい。やだ。ちょっと待って。笑って。ちょっと待って。笑ってる場合じゃないって。やばいやばい。笑ってる場合じゃないってわかるんだけど。わかるけど、やばいって、ちょっと下が全然回んねえ。やばい。積もった。やばい、めっちゃ積もった。めっちゃ積もったんだけど。やばい、ハピ釣り見ててこんな面白かったことねえよ。やーべえ。やべえな、こいつ。おっと。いや、どういうこと？死体の山はどこ行ったん？ああ、ああじゃねえよ。え？はあじゃねえよ。結局死ぬんかい。え？どういうこと？いや、どういうオチよ。